さんこんにちは、ソラ役をやらせていただきました小林彩子です。今回この、日本とスリランカの合作映画陥落青磨に出演させていただくことができまして、とても光栄に思っております。この撮影は、去年 の、 秋頃から、スタートして、そして秋の、紅葉のシーズンと、そして、冬 の、 雪のあるシーズンと、そして今回は、春のシーズンと、随分こう季節ごとに追って日本のいい時期に来ていただいて、この作品が撮られてきました。で、私もその都度、3回やっぱりこちら新潟に来て皆さんとご一緒に撮影をしてきたんですけれども、最初は少しやはり日本とスリランカ の、 文化の違いとかもあって戸惑うこともあったんですが、でも時間を追うごとに皆さんとっても優しいですし、親しくしてくださって、楽しく撮影を進むことができました。この、お話が、スリランカではとても皆さんに人気があると聞いてますので、日本の皆さんにも見ていただきたいですし、スリランカの方にも多くの方に見ていただけると嬉しいなと思います。そしてこの陥落青磨が日本とスリランカの架け橋になるような、そんな作品になったら嬉しいです。ぜひ皆さん映画館にお越しください。どうぞよろしくお願いいたします。